元財務官僚で弁護士の山口真由氏が10日、自身の X、旧ツイッターを更新。電車で隣に座る男性に、窮地、を救われたことを明かした。山口氏は、電車を降りようと席を立ったら隣に座ってた男性にトントンと肩を叩かれた、と切り出すと、何々どうしたの黙って上を刺す男性のその指の先には網棚に乗せた私の荷物が、 と、網棚に荷物を置き忘れていたことを指摘されたと綴った。絶対に忘れる前と誓って乗せたのに完全に忘れてた。隣の人が超絶親切で抜群に気がつくと確信できない限り、網棚は使用すべきじゃないね、と網棚の、トラップ、を実感していた。フォロワーからも、網棚はよほどの重い荷物でもない限りは使えないですよね。自分も何度も危ない目に遭遇したので、 膝の上か足元に限ります。電車の網棚にラップトップを忘れて、情報漏洩というニュースもありましたね。網棚を信用しないようにしましょう、と賛同する声のほか、隣の方は、もしかしたらこの女がおっちょこちょいで、棚に乗せた荷物を忘れるかもしれないし、もしかしたら他の客が盗もうとするかもしれない、と、ずっと黙って見守ってくれていたのでしょう。 と男性の観察眼を指摘する声も寄せられていた。